はい、皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂谷敦です。3月27日月曜日です。今日ご紹介するお料理は、お魚の鯛を使った、シャンパンソースのお料理をご紹介します。材料こちらです。鯛の切り身、シャンパン、生クリーム、トマトとパセリですね。では鯛にお塩、鯛はですねもう3枚におろして皮を引いてあります。皮を引いてまず粉を塩をして粉をまぶしてムニエル、バターです。バターを回しかけながら両面こんがり焼いていきましょう。焼き色がついたら一度魚を取り出します。焼き油を捨ててシャンパンです。シャンパンを加えて煮詰めて、煮詰まって、艶が照りが出てきました。ここに生クリーム分量のものを加えます。今作ってるのは1人前で作ってますが、添付のレシピは4人前になってますのでお間違いのないように、こちらに鯛を戻し入れます。仕上げていきましょう。ここにトマト、塩、胡椒です。盛り付けです。鯛を乗せてソース、付け合わせに青みのものですね。シンプルにバターソテーしたほうれん草などを添えられると非常に相性がいいと思います。こちらはほうれん草のバターソテーをピューレにしたものです。添えて、ハーブを飾りつけて、ハーブこれマイクロバジルですね。鯛のシャンパンソースの完成です。はい、試食していきます。優しいバターの火加減でですね、優しく、しっとりと火が入ってますんで、ふわふわの鯛になってます。ソースはシャンパンのうまみや酸味が複雑に絡み合って、トマトのアクセントがいい状態だと思います。フライパン一つでできるお料理ですから、お手軽にお作りいただくことができるんですけど、注意点はバターをけちらないとか、火加減強火じゃなくて、
中弱火ぐらいで優しく火を入れていくと。慌てないように優しく火を入れて、お酒は煮詰めて生クリームを加えて煮詰めてという丁寧な作業があれば、同じように、美味しいお料理ができると思いますので、ぜひ春のですね、タイの美味しい季節にお試しいただければと思います。セボンです。